ケビン・マスカットこと、ケビン・ビンセント・マスカットは、イングランド・クローリー、ウェスト、サセックス出身のオーストラリア人のサッカー指導者、元サッカー選手。元オーストラリア代表。現役時代のポジションはディフェンダー。サンシャイン・ジョージ・クロス FC でデビュー。1991から92シーズン、ハイデルベルク・ユナイテッド FC へ移籍。同シーズンには、 NSLU21 プレイヤーオブザイヤーに輝く。サウスメルボルン FC で4シーズン過ごした後に2部のクリスタルパレス FC へ移籍。1年目から主力としてプレーし、昇格に貢献。翌シーズンもプレーしていたが、シーズン途中にウルブスへ移籍した。ここで5シーズン過ごした後に、スコティッシュプレミアリーグのレンジャーズ FC へ移籍したが、わずか1年で、 ミルウォール FC へと去っていった。加入1年目に2004年の FA カップでは、首相としてミルウォール史上初の決勝進出に貢献したものの、自身は準決勝サンダーランド AFC 戦の負傷により、決勝のピッチの上には立てなかった。2005から06シーズンにメルボルンビクトリー FC へ加入、9シーズンぶりにオーストラリアへと戻っていった。 2011年2月に引退を発表したものの、AFC チャンピオンズリーグ終了まではプレーすることを表明。メルボルンビクトリーがグループリーグ敗退が決定し、5月4日のガンバ大阪戦をもって現役を引退した。現役引退後はメルボルンビクトリーのアシスタントコーチに就任。2013年10月31日、アンジェ・ポステコグルー監督が オーストラリア代表監督に就任したため、コーチから昇格した。2020年6月5日、ベルギーファーストディビジョン A のシントトロイ VV の監督に就任。しかしリーグ戦で16位に低迷し、12月2日に解任された。2021年7月18日、同じオーストラリア人のアンジェ・ポステコ・グルーの公認として、 J リーグの横浜 F マリノス監督に就任することで、クラブと基本合意したと発表された。j 発式は8月6日、明治安田生命 J1 リーグ第6節ガンバ大阪戦。プレイスタイルや性格からハードマンと呼ばれている。ピッチ上でたびたび問題を起こし、何度も罰金や出場停止を受けている。そのプレイに最も憎んだ男、残虐行為。 と、非難を浴びることもあった、引退表明時も悪質なタックルで、リーグ戦8試合出場停止を言い渡された後だった。国際 A マッチ46試合10得点、マスカットイームズ2コレクトーナーアットザパレス、ハットマスカットカンファームズリタイアメント、ハットケビンマスカットフェアウェルズメルボルンビクトリーウィズ A、1から1ドローアゲンストガンバ、大阪イン ACL ハット、ベルギー一部、 新トトロイデン新監督にマスカット氏。日刊スポーツ。2020年12月2日閲覧。日本人号選手在籍の新トトロイデンが監督を解任。今季就任も現在16位に低迷。激坂。2020年12月2日閲覧。ケビン・マスカット氏監督就任のお知らせ。横浜 F ・マリノス。 https://www.f-marinos.com n e w s c l u b ススラッシュ34422021年7月18日閲覧。フットボール、ライトコンティニューズマスカットディスピュート、ハットホルムズアウォーデド25万ポンド、バロスインマスカットブラスト、ハットマスカットツーコールイットクイッツ、ハットマスカットハンデッドト、マッチ版。 ありがとうございます。